聖書の言葉をあなたへ。ハーベストタイムメッセージステーション。はい、じゃあ皆さんおはようございます。六十分でわかる旧約聖書のシリーズ。今日は第。 7回目です今日取り上げる書は詩式です前回はヨシュア記を取り上げました今日の詩式の内容はヨシュアが亡くなってからイスラエルの民がどうなったかという話なんですそしてヨシュアを知っている世代が まだ生存しているうちはよかったんですけれどもその世代まあ第二世代と言っておきましょう第二世代が亡くなって第三世代になった時にイスラエルの民は混乱状態に陥っていきますその内容が現代の私たちにどういう意味があるのかということを今日はご一緒に学ぼうとしています さあまずイントロダクションですインントロダクションのところで私は少し時間を使いたいと思っていますが4つまず前提として申し上げておきますね。イントロダクションの1番目が著者です。誰が書いいたのかとうことですそれからイントロダクションの2番目が名称ですシシという名称です。 3番目が内容です。知識の大まかな内容についてお話をします。そして4番目が獅子たちの活動期間がどれぐらいの期間続いたのかということをお話をします。この4つのポイントをイントロダクションとしてお話をした後アウトラインを皆さんにご紹介したいと思います。ということは。 アウトラインに行くまでにつまりいつもの儀式をするまでにちょっと今日は時間がかかるということですでは行きましょう著者です著者は誰なのか分かりませんしかし一つ言えるのはこれは間違いなくイスラエルが王政に入って以降に書かれた書です なぜかというと、その頃、王がいなかったって言葉が出てくるからです。ということは、これを書いている時には、王がいるっていうことです。ですから、王政に入って以降に書かれた書です。著者は誰かわからないと言いましたけれども、では、著者である可能性がある人はいないのかっていうと、います。それは、サムエルという人です。 おそらく予言者サムエルがこの書を書いた可能性が非常に高いと思います断定はできませんけれどもとりあえずサムエルが書いたんじゃないかその可能性が高いんだというところでこのポイントは置いておきましょう著者が終わりました2番目名称ですシ,シキという名称ですが 日本語で「獅子」というと漢字を見ないと何が思い出しますか?「ライオン」だよね。ライオンの話ではないんですこれ。で「獅子」というのを別な言い方で言うと「さばきつかさ」というんですがこれも日常会話では使わない言葉ですね。夫婦喧嘩したときに、 あなた裁きつかさのようにならないでよなんて普通言わないですよね。で「獅子」という名称は「獅子式」という名称はこの書に登場する獅子たちから取られた名前なんですが日本語は獅子ですけどヘブル語では「ショフェット」って言います。 あるいは解放者という言葉、デリヴェラーという言葉がありますね。解放者。英語では、ジャッジであったり、デリ e r e ーと言ったりするわけですね。彼らの役割は何かというと、彼らはまず裁判官であり、それから政治的、軍事的指導者です。普通、ジャッジというと、軍事的な側面はあまりないでしょう。しかし、 ヘブル語のショフェットという人たちは軍事的指導者なんです。また敵からイスラエルを解放する解放者、さらに救済者でもありました。四式には合計12人の四死たちが登場します。それぞれの四死に関する記録の長さは異なります。 一番短い人はたった一節です。しかし、二章、三章、あるいは四章というふうに長くその記録が書かれてある詩もいます。今日はこういう機会ですから、私は12人後でここにリストアップして、それぞれの特徴を短く お話をしたいと思うんです。ですから、12人をカバーしようとしてるんですね。通常は長く書かれてある有名な志士たちのことを私たちは知ってますが、今日は一節の人もカバーしたいと思っています。ちなみに、クイズです。一番長い記録がある人は誰だと思いますか誰サムソン、正解です。2番目は 正解ですだからサムソンオンはよく知ってるよねどうしてか記録が長いからですよく知ってるわけですねはい「知式」という名称についての説明は終わりましたじゃあ内容ですヨシアが死んで以降のイスラエルの民の歴史を取り上げています ヨシアの指導のもと土地が各部族に分割されましたそれがヨシア記の最後の方の内容でしたちょっと振り返ってみますとイスラエルの民は大いなる希望を持って約束の地に入りましたエジプトを出ました彼らは誰に導かれてモーセに導かれてそして 結局アラノを何年間放浪するんですか ?40 年間放浪して、出エジプトの世代が全て死に絶えた。モーセも約束の地に入れなかった約束の地を見せていただいたけれども、ヨルダン川の東側で彼は召され、神ご自身がモーセを葬った。次のリーダーになった人はヨシアでした。 ヨシアが約束の地に入る時にヨルダン川が水が立って乾いた地を渡るようにして民は約束の地に入ったつまりモーセの時に航海が割れたのと同じ奇跡が起こったわけですね似たような奇跡が起こって人々は大いなる期待を持って約束の地に入ったんです彼らは希望に満ちていたんです 新しい世代の人たちです。どういう希望を持ったのか、まず勝利ある生活です。豊かな生活です。また、ヤハウェの栄光、神の栄光を反映させた生活です。敵に敗北するなんてことは考えもしない。また、神様が そこは天の雨で潤っている、父と蜜の流れる地であるという農業生産の豊かな地であると約束されたから、欠乏するなんては考えもしていない。そして彼らが約束の地に住む目的は、イスラエルの神であるヤハウェの栄光を反映させ、諸国民がそれを見て死を称えるためであります。ちょっと、 クリスチャンが洗礼を受けて顔が少しぽっと赤くなって気持ちが大変高揚しているときの状態に似てますね。自ら上がってみんなが花束かなんかくれるまあくれない教会もあるけどそれを持ってみんなの前で一言じゃあっつったこれからは今までの生活とは違いますハレリヤ。 私は罪に勝利します。そして、霊的に本当に豊かな日々を歩みます。私の生活を通して、主の栄光が現れるように。皆さんは何年前にそういう気持ちでスタートしましたか今はどうですかしかしね、似てきてるでしょ、この辺りからね。私たちの生活と似てくるわけですね。問題はね、まずね、 領土を分割ししてもらったでしょう各部族がそれぞれの地でカナン人、異教の民を追放しなければいけなかったんですところが完全に追放することができなかったんですあるいはしなかったんですそれが問題の根本原因となりますそしてイスラエルの民はしばしば 異教の民に征服されていきますしかし神はその都度、志士と呼ばれる指導者を立て民を解放するんですですから志士気は勝利と栄光の書ではなくて敗北とその敗北からの解放の書ですさらにもう一言言うと 知識は失望の書でもあります。約束の地に入った民が失望を繰り返していく書でもあります。もちろんその原因は民の側にあるわけです。それはほぼそのまま霊的にクリスチャン生活に適応できます。クリスチャン生活が 辛いものになる敗北の生活になる理由は何かそれはひとえに私たちの側にあるわけです内容がそういうことなんですが4番目が志士たちの活動期間について見てみましょう志士たちの活動期間最初の志士が お手ににれる。最後の獅子がサムソンですが、合計325年です。約325年間の期間を知識はカバーしています。ところが、各獅子が活動した期間を合計する。 獅子は何人いるって言いました12人ののたちの活動期間を合計すするると400年以上になるんですさっきは325年って約325年でも単純に足し算すると400年以上になるんですそこから何が分かるかっていうと四子っていうのは年代順に四子が並んでるわけではないっていうこと年代順ではない 2つ目に獅子はある獅子たちは同じ時期に活動してるんですなぜそういうことが起こるのかっていうと彼らの活動したエリアは地域限定型ですそれがモーセやヨシアの時代と違うところですモーセやヨシアの時代はイスラエルの民全体を導いてるんです獅子の場合はある特 特定のエリアある特定の部族を助ける働きをしていますですから志士たちが同時に別の地区で活動しているっていうことがあり得るわけですねこれが志士たちの活動期間です約325年って言いましたが日本の歴史で言うと今2015年ですを引くと 何年になりますか1690年1690年というと日本では何時代ですか何時代江戸時代江戸時代のまだ初期だよね。感覚的にわかる江戸時代の初期から今までぐらいの長さが志士たちの時代なんです。 長いいですか短いですかまあねイスラエルの歴史っていうのは大河が流れるごとくにゆっくり流れてますからねですからやっぱり神様っていうのはそんなに急いでおられないしっかりとご自分のタイミングで働いておられるということは分かりますねただその325年という年数の中で「 繰り返し繰り返し同じようなパターンのことが起こっていくわけですねそれを今から見ていくことにいたしましょうさあここでようやくアウトラインが出てきますお待たせいたしましたはいアウトライン見てくださいじゃあ1番から読んでいきましょうはい「過去と未来」これが1章1節から3章6節丸1過去」1章の1節から2章の10節これはね この書を書いてそして死士たちが出るまでの間イスラエルの民がどういう戦いをしたのかと振り返ってるんです。それから2番目はい未来2章の11から3章の6節これはイスラエルの民がこれからどういう生活を繰り返すかということを語ってるんですまあ予言的な内容ですね。過去と未来の 話がありますこれが四式全体のイントロダクションになっているわけですね。その次2番「志士たちの時代」3章7節から16三31節。これは12人の志士たちが順番に出てまいりますね。さっき申し上げたように必ずしも時間順ではない。でも12人が出てくるのがこの箇所であります。そして3番目が「民の崩壊」17から21章 これは結論部分ですね。だからイントロがあり、メインがあり、最後の結論がある。この結論部分は今日は詳しくは話をしません。これを詳しく話をしていると60分に収まらないんです。ですから概要だけお話をいたします。皆さんは具体的にその箇所を読んでください。 さあ今日の結論ですね適用ですが2つですはい1番目歴史の法則2番目クリスチャン生活の法則まず1番目に知識を通して学ぶ歴史の法則あるいは物事が動いていく原則について学びたいと思います2番目がその原則を今度個人レベルで私たちのクリスチャン生活に適用すると どういうことが言えるかというのが2番目の適用ですさあこれでアウトラインと結論の説明が終わりましたのでいよいよここから本論に入りたいと思います準備はよろしいでしょうかでいきますよ Are you ready?Yes <we> r はいじゃあいきましょうまず1番目が 過去と未来ですね。過去を振り返ります。一章の一節から二章の10節ですね。ヨシアが死んで以降、各部族がどのように戦ったのかというのがこの過去の内容です。先ほど申し上げたように、各部族は自分に割り当てられている場所で先住民、カナン人を追放する戦いを 展開するわけです。この戦いは、イスラエルの民から見ると、定住地を確保し、将来の安定した生活を手に入れるための戦いです。今度は逆に、カナン人、先住民たちから見ると、これは、主の裁きを受ける戦いです。神が罪をお裁きになる、イスラエルの民が 神の裁きの器となっているわけですね。だから彼らはこの戦いを通して主の裁きを受けていくわけです。これがヨシアが死んで以降各部族の戦いの内容です。真っ先に出てくるのがユダ族の戦いです。ユダはシメオン族と協力して勝っていくということが記されてありますが、 一つだけ落とすことができなかった町が出てきます。有名な町です。その時には落とせなかったんです。なんていう町だと思いますエルサレムです。エルサレムは落とせなかったんです。そこにはエブス人が住み続けるんです。ちなみに、 先に行ってエルサレムを落とす人は誰ですかダビデ。だからダビデの時代までエルサレムは征服できなかったんです。さらにユダ族はベニヤ民族とも協力をして戦っていく。ですからユダ族の戦いはエルサレムを滅ぼさなか、滅ぼせなかったけれども、しかし他の部族との協力で比較的順調に進んでいったわけですね。 問題は北の部族による征服です。北の部族は概ね中途半端な戦いしかできていません。つまり彼らはカナン人を完全に追い払うことができなかったんです。カナン人がいると何が問題かです。例えば日本の地理を今考えてください。 私は通常、東京と大阪の間を東海道新幹線で移動してますが、途中で必ず通過する大都市ったらどことどこですか名古屋と京都です。では、もし名古屋がどこか別の国に支配されてるとしたら、東京から大阪に移動するのは容易ではなくなります。 名古屋の手前で新幹線降りてで今度北回りで移動してでようやく向こう側に出て岐阜辺りでまた新幹線になって大阪に来るということですね。ですからね自分の領土の中に他の民族がいて他の民族がそこを支配してるっていうのは大変なことなんです。つまり部族間の 移動の自由がなくなくるということです戦いの時にも戦力が二分されてしまうんですね。そういうのが一箇所じゃなくて数箇所あったとしたら一つの部族としての機能がほぼ不可能になってくるわけですね。それがカナン人を完全に追い払うことができなかったことの悲劇なんです。さらに カナン人がそこにいるっていうことは、偶像礼拝の影響がそのまま残されているわけです。で、そういう人がいて、戦えない、追い出せないということになると、次に何が始まるかというと、妥協です。妥協です。皆さんは、今この話を聞きながら、ご自分のクリスチャン生活のことをイメージしてください。 それを考えながらこの話を聞いてください。どうしても勝てない罪、敵がいたときに私たちは何を始めるかというと、まあいいか、仲良く共存すればいいや。イスラエルの民は、カナン人と妥協して、その影響をもろに受けるようになっていきます。 カナン人と契約を結ぶようにさえなっていくんですやがてその影響が彼らの中に広まり廃教の民となっていくあるいは契約の民としての特徴を失っていくんです妥協していくクリスチャンは周りの人が「へえあなたクリスチャンだったの?」と驚くほどにクリスチャンとしての 輝ききや香りをなくしていきます。神様はしかしカナン人の存在をここでは許しておられるわけですけれどもイスラエル人の信仰を試すものとして利用しておられます民が不信仰に陥った時には神様はカナン人を裁きの器として用いておられるんですそして悔い改めた時には カナン人の手からイスラエルを救い出すんです。だからカナン人っていうのは実はイスラエルの民にとっては大変厄介な存在ですけど神様はそれさえも用いてご自分の民の霊的訓練のために役立っておられるということですね。民が悔い改めた時に解放が来るんです。その時に 登場するのが今日のテーマの何ていう人たち獅子という人たちです。さらに今第三世代の者たちの話をしております。ヨシアが亡くなった第二世代も亡くなる第三世代の者たちには戦争の経験が全くないんです。第二世代までは戦争の経験があるんです。第三世代は戦争の経験がなかったんですが シシの時代の次は王政に移行すするんです王政になった時に戦争の経験はどうしても必要なんですですから実は神様がカナン人を通してイスラエルの民を裁きながら同時にその裏側では彼らに戦争の経験を与えて王政に王政以降に必要な条件を整えておられるというふうに見ることもできるんです。 神様は私たちの罪さえも用いてご自分の栄光のために利用されるという原則がここに見ることができます。今、エルサレムが滅ぼせなかったユダ族の戦いを説明しました。北の部族による征服が不十分だったということも説明しました。で、知識は過去を振り返って 最後に第二世代から第三世代への移行の結果こうなっているんだって話を書いています。ヨシアの死後も主の奇跡を目撃した長老たちがいたんです。彼らは第二世代。彼らが生きている間はイスラエルの民は主に忠実に歩んだんです。ここで問題になるのは信仰の継承です。第三世代になると民は自分勝手な歩みをするようになった。今、 日本では戦争を経験している世代がどんどん少なくなっていわばのの第三世代代中心の時代になってきてきいます誰もが戦争しちゃいけないということは分かっていますただ戦争というものが持っている残酷さや絶望的な要素がどの程度そのまま受け止められているかどうかですね 戦争っていうのはどこまでも悲惨なもんなんだってこと腹に収めておかなければこの国の将来の選びを間違ってしまうことになる同じですよ第三世代の者たちがどのように歩んでいくのかっていうのが知識の時代背景ですこれで括弧一過去が終わりました 今度は未来です。2章の11から3の6ここでは著者は知識の時代に繰り返されるあるパターンを紹介しますこれイントロダクションなんです、ね、このパターンが起こるからこの流れで読んだらいいよと教えてくれてるわけですねそのパターンというのは何なのかというと1番目に「 配信の段階です。主に背を向ける段階がやってきます。つまりイスラエル人はバール礼拝に取り込まれていくっていうことです。二番目、裁きの段階が来ます。そうすると神様が隣国の人々を用いてご自分の民を裁かれます。これが裁きの段階です。三番目、悔い改めの段階です。 イスラエルの民は苦難の中から主に助けを呼び求めます。これが悔い改めの段階。4番目、死死による解放の段階です。民の叫びを聞いた死は死死を送り敵の手から民を救う。これが第4の段階です。じゃあ、ノートつけた方確認しましょう。第1の段階、どうぞ。配信の段階。第2の段階。裁きの段階。 第3の段階、悔い改めの段階、第4の段階、死死による解放の段階。これが1回じゃないんです。これ繰り返し起こってくる。それは次の世代になると同じことを繰り返すということです。だから各世代が失敗から学ばなきゃいけないレッスンがあるということですね。 さあこれで未来の説明が終わりました。じゃあ今から志士たちの時代に入っていきます。3の7から16の31。ここは少しピッチを上げて説明を進めたいと思います。12人の名前を覚えるのは大変ですから皆さんに前に書いておきましたから見てください。読めますかちょっと小さな字ですけどね。これだけいたんですね。じゃあ1番目読んでください。 オテニエル3の1から11で右の方にこの人を描写するのに必要としている説の長さを書いています何節ですか11節使ってオテニエルを説明しています簡単に各詩士の特徴を説明しますオテニエルはカレブの弟ですカレブって覚えてる カレブはヨシュアと共に約束の地に入ることができた第二世代ですね。シテエジプトの世代、ごめんなさい、第一世代ですね。その弟です。ですから、オテニエルという人はカレブが持っていた信仰と同じような人の信仰を持っていたということが分かります。そして彼が戦った敵は、 アラム・ナハライムというところアラムというのはシリア北の方のねアラム・ナハライムのクシャン・リシュワ・タイムという人ですこれはもっと簡単に言えばメソポタミア人です民族的にはねメソポタミア人と戦ったんですそれから4つのサイクル今言ったでしょう4つのステップ言いましたね段階をあの繰り返しの サイクルが始まるわけですけれどもイスラエルの民が主に叫んだ時に主はオテネエルを起こしたっていうことです。これが第1番目。2番目いきましょう。2番目は F で。これは3の12から30。合計何節使ってますか ?22 節使っています。F での特徴は何かと。 覚える秘訣を教えておきましょう絵筆は絵筆を左手に持ったと覚えばいい <laughs> 彼は左利きの獅子なんですだから特徴的ですね敵はモアブの王のエグロンです先ほどはメソポタミア人だったでしょう今度はモアブ人ですだから神様が 裁きの器として用いる民族はそれぞれ違うんですね。イスラエルから見るとすごい敵なんです。強敵なんです。でも神は彼らをイスラエルを訓練する方法として用いているわけです。エフデがモアブ人の王エグロンを殺してイスラエルの民を解放しました。3番目が誰ですかシャムガル。あまり聞いたことがないでしょうなぜかというとこの人の説明は 3章31節。節だけです。ただこの人は面白い人で後で結論のところでもう一度取り上げたいと思うんですが牛の月棒を使って戦った獅子なんですつまり武器もないのにシャムガルに戦ったということです戦った敵はペリシテ人です ほらそれぞれぞ民族が違うでしょうペリシテ人相手にね牛の突き棒で戦ったっていうのは大変なもんですこれは4番目デボラこの人は女性ですこの人は4章から5章で合計2章を使ってるんですねデボラっていう人有名ですね昔デボラ・カーっていう素敵なとっても美人の女優がおりまして 映画好きの少年であった僕は素敵な人だなと思いながら見ておりましたけれどもまさか獅子の中の一人が彼女の名前になっていると思いませんでしたデボラ12人の獅子の中で唯一の女性です彼女は女預言者とも呼ばれています実践をする時の将軍あるいは指導者としてバラクを立ててます バラクです。聞いたことありますかバラクという名前。オバマさんはバラク・オバマです。バラクは男性ですが、バラクは獅子ではない。あくまでも援助者ですね。ですから、女性の獅子のデボラがこの時代活躍した。敵はハツオル。ハツオルというのは要塞の町。ハツオルの王ヤビン。ハツオルというのはガリラエコの北にある要塞の町。ヤビンという。 王様が攻めてくるわけですね。ハトルのビンの武器は何かというと鉄の戦車900両を持っていたんです。今で言うと最新兵器を持っていたんですしかし大雨が降りましてキション川のほとりで車輪が取られて動けなくなっちゃったそれは主が大雨を降らせたんです雨が降った時にイスラエルの民は攻めていくわけですねですから敵の 戦車を無力にした戦いであったわけです。これがデボラです。5番目、誰ですかギデオン、6章1から8の32で合計3章を使っています。ギデオン、よく知ってます。彼はマナセ族の中で最も弱い分断に属していた。 彼の前に主の使いが現れた。これは樹肉前のキリストです。樹肉前のキリストが現れたが、その時にギデオンは何をしていたかっていうと、酒舟の中で小麦を売っていた。小麦を売つってのは普通は高台の広々をしたところで売って、風が吹いてきて、もみ殻が,が飛ばされるんですね。ところが、 ギデオンは酒舟の中でつまり狭いところで隠れて小麦を売っていたんですなぜかというと敵が来て略奪していくから見つからないように密かにそれをしていたんですイスラエルの民が希望を持って約束の地に入った勝利の希望豊かさの希望主の栄光の希望しかしギデオンのこの姿を見ていると3つともそれが実現せずに正反対の悲劇が起こっているということが わかります。主の使いが現れた時に、ギデオンは、やっぱり大変疑り深くなってるわけです。それで、神の御心を確認するために、印を求めます。その印の求め方が、羊の毛の上に霜が降り、土全体は乾くようにってリクエストするす。これはね、普通はそうはならないよ。だそうなったんです。 もうう回っって今度はそその逆をお願いしましまたそうなったなんですね時々ねギデオンがこれを求めてるから私たちも主の御心を求める時に不可能なことを依頼してそれができたら御心だと分かりますからやってみましょうというふうな教えがあるんですがギデオンはメシアが十字時間につき墓に葬られ3日目による今も生きていて天に昇り精霊が内住した時代に生きている人ではないんです。 ですから物事を私たちに適応するかどうかっていうのは十分考えなきゃいけないんですね。私たちは羊の毛を持ってこなくてもね精霊ご自身が教えてくださる。祈って自分の心を本当にオープンにして祈って A か B かわからない時は神様はどちらでもいいとおっしゃってるんだよ。必ず私たちは 神の御心がわかるそしてどちらでもいいという場合は主に信頼して自由の子として道を選べばいいんです。敵敵はミディアン人でですさあ毎回敵が変わってくるでしょう最初ギデオンにつく兵士は3万2千人あったんです。大抵この時代は獅子が建てられるでしょう。わかるんです。 そこに部族が結集してくるんです。ただ、行きたくない部族もいて、行きたくない人たちを引っ張ってくることはできない。行きたい人だけが来るわけですから。でも、勝利した後は、来なかった部族は面目を失いますよ。祝福を受けることはできない。ギデオンには3万2千の兵士がいたんだけど、神様は少ないなと言われた。多いなと言われた。 多すぎるって言われた。何名に減らしなさいって言った300名に減らしなさいって言ったんですこれがギデオンの兵士300人ですこういったところもこれを適用していいのかどうかですね大変問題ですね何かの正解開くのに300人集めましょうギデオンの300ですまあ象徴的にはいいかもしれないけどあまり意味がないと思いますね でどうやって選抜するの水の飲み方で選ぶの <laughs> スープの食べ方で300人選びましょうって水のこの時は水の飲み方で選抜したんだよね。なぜかというと犬のように水に水口をつけて飲む人は備えがないんです。でも肩肘ついて敵が来ても大丈夫のような姿勢で手で水を汲んで飲んでる人は備えがあるんですで。 300人を神様が選抜してそれで戦ったなぜかというと勝利を与えるのは神だっていうことを見せるためですだからそういう話があるのでギデオンは3章も使ってるんでこれ2節でこれだけ説明するの難しいんですその次6番目誰ですかトラ洋館屋さんじゃないよ 二節ですこの人は二説でこれいいねトラっていうのはあの大変スイー t エイジ甘い時代つまり平和と繁栄の時代の獅子なんです45年間もイスラエルを裁くんですね彼はね特にあのアビ・メレクというギデオンの息子が 出るんですけどアビメレクが自己主張して大変混乱しちゃうんですねその時代を収めてイスラエルに平和と繁栄をもたらすのがこのトラっていう人ですだから大したもんですこの人はでも2節しか書いてないその次7番目が誰ですかヤイルヤイルは10章の3から5で3節です この人もトラと同時代です。ですからトラとヤイルっていうのがワンセットで語られることが多いんです。これも平和と繁栄の時代の詩詩です。45年間。ただヤイルの特徴はヨルダン川の東側から出た唯一の詩詩です。ヤイルはヨルダン川の東側から出ています。 こうやって12人順番に見ていくととってもいいのはあの10羽一からげじゃなくてそれぞれが特徴を持っていてそれぞれが自分に与えられた使命を全うしているっていうところが素敵だと思いますね。次8番目誰ですかエフタ10章の6節から12章の7節合計2章を使っています。エフタっていう人人ははこの人は 出自に問題があったんですね。ギ,レギルアデ人の父と遊女の母の間に生まれました。ですから差別されます。精細の息子たちが彼を差別し、そして彼はギルアデから追い出されました。やがて彼の周りにゴロツキどもが集まるようになります。で、エフタはそのゴロツキどもを率いて、 敵の領土に侵入し食物や必需品などを略奪するようになりますつまり徐々に徐々に戦いの経験を積み上げていったということですね。このエフタの時の敵はアモン人です。エフタに関してはちょっと時間を使って説明しなきゃなりません。というのは彼は 自分が勝利して帰ってきて最初に喜んで出迎えてくれたその人を全商のいけにえとして捧げますと言ったんです。そうやな。で最初に出てきたのが誰だったの彼の一人娘だったんです。そこで大論争があるわけです。エフタはこの娘を全商のいけにえとして捧げたのかどうか。 そんな残酷なことをするのか。全焼の意けによって火で焼いて下げるということだから。で、エフタはもう制約は取り消せないって言ってますが、モーセの立法によれば、これは正式な請願ではないので取り消すことができます。それをしなかったのは、二つ理由があります。一つは、彼が無知だったのか、あるいは頑固だったのか、いずれかです。さあ、彼は捧げたんです。 じゃあ娘は死んだのか学者の間に2つの意見があります文字通り全少のいけねえとして殺されたという意見とそれから娘の言葉を読むと終生独り身で子がないことを嘆いていますねつまりそこから終生幕屋で使えるために主に捧げられたというふうに読むこともできます私は2番目の説に立ってますというのは 主に感謝することが人心供養である主がそれを喜ばれるはずがないだから全体の文脈から見ても終生幕屋に仕えるために主に捧げられた娘であったと解釈するのが一番無理がないというふうに私は考えていますこれがエフタですその次9番目イブツさん12章8から1 3節この人も あまり有名ではありません。たった3節ゼブルン族のベツレーム出身。ユダのベツレームではない。北の方ですね。ベツレームという名前が別にあったわけですね。ゼブルン族のベツレーム出身。彼は一夫多妻制を実行し、なんと30人の息子と30人の娘をもうけた。それぐらい子供を持てる時代っていうのは戦争の時代ですか。平和な時代ですか。そう。だから、このイブツァンは、 平和と繁栄の時代の志士です。10番目、エロン。12章の11から12で2節です。彼はゼブルン人です。彼もまた平和と繁栄の時代の志士です。ですから、わずか2節で説明が終わっているわけです。さらに11番目、はい、アブドン。 12章13から15 3節です。彼も短いでしょエフライム人です40人の息子と30人の孫がいたってこれも戦争ではないね平和と繁栄の時代の志士です特にアブドンにとって特徴的なのは70頭のロバに乗っていたってあるんですねつまりロバを持つっていうのは平和な生活をしていることの象徴ですね そしていよいよお待たせしました12番目はいどうぞサムソンサムソンは13章から16章何章使ってる ?4 章だ見てみようスペースで言うとナンバーワンがサムソンナンバーツーがギデオンナンバースリーがデボラとエフタ大体いいこの辺まで僕らは名前を覚えてるわけですねですから量に比例して知識があるということですね サムソンは、後でまた詳しく結論どころで取り上げますが、彼はダンブ族に属するマノアの無名の妻から生まれた息子です。この妻は不妊の女でした。そのマノアの妻に子供が与えられる。そしてサムソンは、主の使いによってある宣言を受けています。それは、体内にいるときからなじる人である。 なじる人っていうのは性別されたものという意味です結論のところでなじる人の意味をさらに詳しく説明します敵はペリステ人ですサムソンは神からの力を与えられていたんだけど力を失う瞬間が来ますどうなったら力を失いますか 髪の毛をを剃られたたに彼は力を失った別に床屋さんに行って髪を短くすると危ないっていうことじゃないんだよこれはねこれはなじる人であるというところから来てる話と結論のところで少し詳しく説明しますねそして彼は死ぬ時に最後に約3,000人のペリシテ人を殺しました これがサムソンです。これで12人ざっと見ましたね。さあ、3番目のポイントに行きましょう。3番目のポイントは、さっきのアウトラインに戻ってくれますか。はい。これですね。3番目が民の崩壊。17から21章ですね。これは短くお話をします。この17章で特に特徴的なのが、17章の6節です。 聖句を見てください17の6ですねはいご一緒にその頃イスラエルには王がなく命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたはいイスラエルは自分の目に正しいと見えることをそれぞれが行っていた時代なんですその理由はなぜ王がない だから王政に移行するっていうことをこれは予感させてますねさらにいかに大混乱な時代であったかということも予感させていますね崩壊の過程っていうのはこれは非常に単純ですまず偶像礼拝です偶像礼拝に陥っていく様子が17章から18章です 偶像礼拝の次に不道徳が来ます。これが19章です。偶像礼拝、それから不道徳です。そして最後に内戦です。内輪もめです。これが20から21でイスラエルの民が崩壊していくんです。私たちも同じです。私たちも問題が来たから崩壊するんじゃないんです。まず心が神様から離れるんです。次に不道徳な 行い、生活が始まるんです。そしてやがて肉体的に、物理的に崩壊していくんです。これはイスラエルの民に起こったことですけれども、しかし歴史的な報告でもある。あの法,法則でもある。偶像礼拝、不道徳、そして最後は内戦ですね。まあ、ここは皆さんご,ご自分で読んでください。特に この不道徳のこの辺り読んでるとねこれはおすすめはあの食事食べた直後に読まない方がいいよもう気持ち悪くてしょうがないよだからそれぐらいにイスラエルの民が崩壊したっていうことだよね神から離れた結果道徳的倫理的な側面まで崩壊しちゃったこれが彼らの現状でありますでも神様は見捨ててないんです契約の民だから必ず彼らを 回復して持ちようとしておられる。それが神の愛ですね。さあ、結論に行きましょう。結論の第一番目、歴史の法則です。歴史の法則っていうのは何かというと、民があるべき姿から妥協する。そして罪を持っている人たちと交流を始める。 そして彼らの習慣である偶像礼拝を取り入れる。それに対して神の裁きが来る。もう一度言いますね。妥協が始まり、交流が始まり、偶像礼拝が始まり、そして神の裁きが下る。このパターンですね。で、先ほど申し上げた知識の繰り返される4つの段階、もう一度確認すると、1番目が配信の段階です。2番目が 裁きの段階です3番目が悔い改めの段階4番目が死死による解放の段階ですこれは歴史の法則だからイスラエルの民の姿を見ながら私たちはどの民族どの国にでも適用できる一つの原則を見てるわけですその原則というのは何かというと国が崩壊していく過程っていうのはまず霊的崩壊です かつてキリスト教国と言われた国々が神から離れ、そしてクリスマスの時期にメリークリスマスと言っちゃいけない、クリスマスカードさえも出せないような姿になっていくときに何が起こるのか、道徳的崩壊が起こっていきます。そして最後は物理的崩壊です。これはもう歴史が証明している。 私たちの国がどうなのかということを常に考えながら知識を読む必要がある。この知識の時代の失敗は次の王政に移行するための準備になっているということも私たちは見なければなりません。そこからクリスチャン生活の法則について最後を見てみましょう。まず、 二つのことを言いたいと思いますが、ここから自分自身への適応ですね。主は欠点のあるものや弱いものを用いてくださる。これが知識を見ていてはっきりわかることです。もう一つは、勝利する力は聖霊から来るということです。主は欠点のあるものや弱いものを用いてくださる。ここで私は、さっき三番目の志士、ノートつけた方、つけてます。三番目誰でした シャムガル。シャムガルという人は、ペリシテ人600人を撃ち殺してイスラエルを救った人なんですが、さっき申し上げたように、彼が持っていた武器は、牛の突き棒ですね。なぜ牛の突き棒で戦ったかというと、それ以外に武器がなかったからです。牛の突き棒ってのはどんなものかっていうのは興味があるでしょう。これは牛を追い立てるときに使う棒なんですが、発掘されたのがあるんですね。 それは長さが2.4メーターだから槍のような長さですねそして一番先端の太いところは周囲が約15センチあるんです細い方の先端には先の尖った鉄製の頭がついてますですから槍のようで手元は太くて先っぽに鉄の頭が出てるそれで牛を置いてあっていくわけですね これを武器にしてペリシテ人と戦ったわけです。このような粗末な棒で大勝利を収めたっていうのは驚くべきことです。ペリシテ人は鉄器持ってるんだからね。600人殺したって。実は私たちはここに主の戦いに勝利する秘訣を見出す必要がありますね。主は武器のないもの、弱いもの、 欠点ののあるももを今も用いいてて戦っくださいます。ですから自分に何がない何がないではなくて与えられているもので戦うということですすごく大事なことはね心の中です神様とつながっているというところが勝利の秘訣です今「置かれた場所で咲きなさい」っていう本がベストセラーで 皆さんも気になったことあるでしょカトリックの立派な指導者が、女性の指導者が書いてくださいました。置かれた場所で咲きなさい。どういうメッセージがあるのか。それは、置かれた場所を変えようとしても駄目なんだよ。置かれた場所で咲くっていうのは、心が神につながっているならば、 その状況の中で花を咲かせることができるんだよということでしょうクリスチャン生活の法則というのはそういうことなんですですから環境や境遇を変えようとしても無駄ですそれよりは置かれているところで咲けばいいんですその秘訣は何なのかそれは神につながっていることです根の部分が生きているならば必ず実をつけることができる 2番目の勝利する力は精霊から食うそれを明確に表しているのが12番目の獅子はい誰でした12番目サムソンですねサムソンは体内にいる時から神への「なじる人」です「なじる人」っていうのは神に対して性別されたものという意味なんですね なじる人の生活をするときに、他の人が見てわかる、ある特徴があるんです。だから見て、あ、あの人なじる人だって、イスラエルの人たちは分かったんです。それは、なじる人の存在が神が生きておられることの証になったんですね。特徴は何かというと、ワインを飲まない。アルコールを飲まない。アルコールから遠ざかってる。汚れたものを食べない。そして、頭にカミソリを当てない。 これはポイントなんです。サムソンはイエス・キリストの方です。とってもよく似てる。まず出産が通常のものとは違っている。イエス・キリストは乙女・マリアから生まれた。サムソンは不妊の女が母であった。そこから生まれた。サムソンという名前は太陽の子という意味です。イエス・キリストは 光です。似てますね。サムソンは主の祝福を受けて成長した。イエス・キリストも主と人から愛されて成長した。サムソンは精霊の力によって活動を開始した。イエス・キリストは主の御霊が私の上におられると宣言なさいました。ですから、 キリストを動かした力は精霊です。同じようにサムソンを動かした力も精霊です。新約聖書ではバプテスマのヨハネが終生のなじる人です。そして霊的には私たちクリスチャンもまた主に性別されたもの、なじる人であるということが言えます。サムソンの 髪の毛が剃られた時になぜ彼が力を失ったのかそれは髪の毛に力があるとかないとかいう問題ではないんですでないと私はますます無力になっていきますそういう自虐ネタであまり笑わない今福音カルタっていうのを作ろうと思ってね考えてるんですけどもかの行がね 髪の毛を剃られサムソンただの人って。福音カルタになるんです、これがね。なぜか、彼はなじる人であることを放棄したんです。あるいは、そのことを奪われてしまったんです。彼は獄中にいて、悔い改めてんだけど、 神がどんどんん伸びてくるんだだよよねねあそこ傑作だよね神が伸びるに従って彼はもう一度力を回復するんだよね。レれり愛する皆さんあなたが今主の力をごく自然のこととして味わうことができない霊的に枯れたような状態になっていたとしたら比喩的に言うとねあなたの髪の毛を伸ばしなさいあなたの髪の毛が伸びて元通りになるのを主に期待しなさい。 主は再びあなたを豊かな御霊で満たして用いてくださいます私たちクリスチャンもなじる人でありキリストにつながることによって勝利する力聖霊が与えられるんだということもっと厳密に言うと信じたら内側に聖霊が与えられていますただその聖霊に 心の部屋を明け渡していないということです。キリストにつながるならば、それが可能になってきます。ヨハネ15の五を見てください。素敵な言葉です。ご一緒に。はい。私は葡萄の木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、 あなた方は何もすることができないからこれはイエス様は私たちも「あなた方はなじる人だよ」とおっしゃっている私につながっているならば全てのことが可能になるんだということですね知識の時代のイスラエルのための失敗から教訓を学びましょうそして主に立ち返ることによって豊かな力が与えられることを体験しようではありません お祈りします。天の父なる神様今日60分この時間を使って知識の内容を学びそこから教訓を受け取りましたどうかクリスチャン一人一人がキリストを通してあなたにつながり置かれた場所で咲くことが できますように導いてください状況を変えようとしても無力を感じておりましたそうではなくて内側の命が豊かにされることを求めます今日も真のブドウの木であるイエス様につながらせてくださいあらゆる内側の無力汚れ罪を今 生けるブドウの幹であるイエス様の愛の命によって外に洗い流してくださるようにお願いをいたします主イエス・キリストの御名によってお祈りしますアーメンメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください